ストレスが溜まってるって時は思いっきりとしてみる、交感神経を優位にするような働きかけをしてみたりっていう風にやってみるといいのかなと。はい、整体院復活院長で理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上整形外科、整体院、整骨院に通っても痛みが全く解決していない、もう解決してないんじゃないかって諦めてる方向けの動画になっていますので、ぜひ見てみてください。松田さん、はいよ。最近ちょっとなんか眠れなかったりするんですけどはい、どうしてなんですかね。やばいね眠れないか。でもよく言われるね、自律神経が整ってないだったりとか。最近結構ね動画も撮ってますよね。なんかもう体ボロボロで眠れないってもうやばいじゃないですかですけどさ、怖いですね。自律神経が乱れちゃってるかもっていうことですか。そうですね、まあ、自律神経が乱れるって結構みんな言うじゃないですか。けど自律神経が乱れるって理論的に分かってる人って少なくって、3段階あるんですよ、自律神経が乱れるまでに。でも乱れ方が分かると対処方法が分かってくるし、発散の方法も分かる。結局ストレスがどうか入ってきて、それをどうやって取っていくかっていう反応がおかしくなってると、この自律神経がおかしくなっちゃってるので、ここのね結構理論が分かると対処の方法分かるんですよ。だから今レベル1、レベル2、レベル3、どこの段階、だいたい3段階あるんで、ここの段階どこにいるかで対応方法変わる。知ってた？何も知らなかった。乱れてるもんなんだなぐらいにしか。結構ねみんな知らないんだけど、知ることですごく対処方法変わるんで、今日はその話でもしましょうか。じゃあちょっと詳しくお願いします。OK、 いいでしょう。自律神経の話だとポリベーゲル理論ってやつがあります。まあ、これ調べてもらったら出てきますから見ていただきたいです。まあ分かりやすく説明していきますと、簡単に言うと自律神経ってそもそも何ですかって話でね、これは交感神経、副交感神経ってこの2つの働きだということを覚えてください。自律神経ってね。で、交感神経、これはいわゆるアドレナリンが出て興奮してる状態のことです。いわゆる眠れない状態、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、と興奮してる状態のこと。で、副交感神経、これは簡単に言うと眠ってる時のリラックスしてる状態、お風呂を入ってはぁーってリラックスしてる寝る前の状態ですね。寝てる時と運動してる時、こんなイメージ持ってもらうと分かりやすいかなと。運動してる時はアドレナリンが働いて交感神経優位になってます。寝る時ってのは副交感神経優位になってます。で、さっき言った不眠、眠れないっていうのは交感神経が高ぶってしまってて、副交感神経優位になれなくって興奮して眠れない。なんでこの自律神経が交互にこんな風に移動できてない、交感神経が収まって副交感神経が活発にできていない、これがいわゆる自律神経が乱れてるっていう風に言ってると思ってください。ただこれは昔というかですね、最近言われてるのが、交感神経副交感神経っていうのは、交感神経が上がれば副交感神経が下がって、副交感神経が上がれば交感神経が下がってみたいな、こんな原理だったんですけど、そうじゃないんじゃないかっていう話が言われていますと。で、それが言ったのがさっき言ったポリベーゲル理論ってやつになります。で、ポリベーゲル理論っていうのは何かっていうと、人間がストレスを感じた時ですね、ストレスを感じた時に交感神経副交感神経がこんな風になってるんじゃなくて、お互いが段階的にストレスを発散してるんじゃないかっていう理論です。自律神経って結局ストレスをどうやって分散しようかという話、この3段階に合わせて症状が変わるんです。まず第1段階、ストレス加わるじゃん。例えばスケさんに、おい何やってんだ、仕事ちゃんとしろって言うじゃないですか。そしたら言われてますね。言ってないよ、視聴者の人が、お松田悪いやつだなってなるじゃないですか。やばいやばい、そんな何も言ってないから。そんな、例えばですね、逆に俺に言ってください。ほら動画頑張れ、なんだとこの野郎そうそうね、言われるじゃないですか。言われたらあーってなるとストレス加わりますよね。ストレス加わるとどうなるかっていうと、一番最初の反応はこれ副交感神経が働き出します。何かって言ったら、副交感神経って何でした？シュンってしちゃうやつ。シュンじゃないよね、リラックスするんですよ。リラックスをしてストレスを発散しようとするの。だからよくあるのが、あーもうって言って甘いものを食べに行ったとか、リラックスをすることによってこのストレスを発散しよう。例えば休日にお出かけをしてリラックスをしたね、自分が好きな映画を見てリラックスをした。そうすると休日を挟むと月曜日になってゼロの状態ふわーで、週末になるとドーン、休日でふわーで、週明けにドーン、週が終わるとグンドンってでもこれってストレスが加わってリラックスをするということを介してストレスを発散している状態、いわゆる仕事から離れてみるとか、
リラックスして見る、ね、ずっと寝てみる、映画見てみる、こういうものをリラックス、副交感神経優位することでストレスを発散することができますよって話。だからたくさん寝るっていうのもこれはこれでストレス発散になってるわけですよっていうふうに、まずは副交感神経優位になりますと。ただこれはレベル1の段階だから、ストレスから逃げようとすることね、簡単に言ったら楽になろうってすること自体はレベル1の段階だと思ってください。次はレベル2、ストレスが加わったらどうなりますか。わーって叫ぶとか。おお、素晴らしい、その通り。次の段階は交感神経で出てきます。おい、副交感神経だ、ダメだった、じゃあ次は俺が出てこようって言って交感神経。交感神経って何ですか。活発になること。そうですね、活発になったりとかアドレナリンが出るっていうね、行動的ね、活発的になっていく、これがいわゆる交感神経の働きになります。これが起きてくるとストレス発散方法何があるかっていうと、何があると思ってたんですか。カラオケとか。おう、そうそう、一人カラオケで叫ぶ、大きな声出したりとか、もう誰かの真似をしてこう大きな声でさーって歌ってると、あー、ストレス発散した、これは交感神経優位になってストレスを発散してるって状態ですね。例えば他にもお酒を飲む、まあこれ副交感神経の時もリラックスをするっていう意味でもそうですけど、お酒を飲みながらいつも出せない愚痴を出したりとかってなれば、これ交感神経、くそースケさん、もうあいつ変なことばっかりやがってさあみたいなやつ言うじゃないですか。お前ストレス溜まってんだなみたいな、ありますね。あの段階は副交感神経でリラックスするだけじゃもう耐えきれないストレスが加わって攻撃的になる。例えば若い時であれば、もう溜まりに溜まったフラストレーションを暴力とかね、喧嘩でとか、これはいわゆる交感神経でフラストレーション発散しようというのが、これが第2段階なんですよ。この2つが分かるだけで何がいいかっていうと、例えばね、寝れないってやったじゃないですか。寝れない状況ってどういうことかって言ったら、副交感神経に行きにくいって話ですよね。ってなってくると、これ交感神経が働いてる、過敏になってる状態なんですよ。いわゆるこう攻撃的になってる状態だから、リラックスをしても交感神経が優位になってて、ストレス発散しようとして眠れないんですよ。こういう時はどうするべきかって言ったら、やっぱ交感神経を優位にしてあげる。で、じゃあ殴れとか一人カラオケしろとかって言ってるわけじゃなくって、交感神経活発になってるんで汗をかいてあげるとかもすごくいいんですよ。これって交感神経副交感神経とかっていうのをこう行き来するっていうのもすごくストレス発散になってて、よく経営者さんがやるのがサウナに行く。サウナに行ってあったかいとこに入って、で冷水に入って交感神経ビュッとして、で外気浴で、こういう風にしていくことで副交感神経交感神経を行き来していく。これはストレス発散になるんですよね。例えばさっき寝れないであれば交感神経、いわゆる運動してみる、汗かくようにねっていうのも、これ活発になりますから、運動した後に眠くなりやすいね。交感神経をしっかり働かせた後にストレス発散になってますよね。それね、汗かく、それによって副交感神経に行きやすくて眠りやすくなってくるってなります。逆にそんな攻撃的ではないっていう状態、眠れないとかじゃなくて眠れるんだけどもストレスが溜まってるって時は、思いっきりリラックスしてみるっていうのも一つあると思います。例えば甘いものを食べてみる、自分の趣味を思いっきりやってみるとかね、電話を携帯を切って一日丸々自分が好きなことやってみるっていう風に、もう副交感神経優位にしてみるっていうのも全然いいと思う。こんな風に自分がどこにいるかによって副交感神経を優位にするような働きかけをしてみたりっていう風にやってみるといいのかなと思いますね。まあ眠れない場合であれば動いてみたりとか汗かいてみるってことやって寝てみるとスッと眠れたりしますので、そういうのはぜひ見ながらやってください。そして最後レベル3がありましたね。まだ何かあるんですかね。あります。最後何かって言ったら副交感神経に戻るんですよ。快速と副速ってあるんですよね。この迷走神経ってやつが働くんですけど、いわゆるリラックスした状態。ただリラックスの中でもちょっと特殊なリラックス、リラックスでもないんですけどね、いわゆるこれ最後はうつ状態って言います。ストレス加わってきますよね。ストレス加わってきて耐えれないんですよ。副交感神経でリラックスしようとしても攻撃的になってもどっちも無理だったってなったら、もうストレスが入ってこないように囲いをしちゃいます。いわゆるストレスを感じない、無表情、無反応、無接触、この全く何も感じない状態にしていく、いわゆるこれはうつ状態ですね。これは副交感神経の優位な状態でもあるんです。究極のリラックスした状態ね、何も反応しない、寝た状態になれば分かる、こう寝てる状態何も反応しないじゃないですか。これと同じようにもう何も反応しないっていう状態になってる状態、これはうつ状態って言いますね。なんでこのうつ状態になってしまうと、ここは私たちでは手が負えないので、ね、神経内科だったりとか本当精神科だったりとかっていうところの分野になるかなと思います。ただそこに行かないようにするためにも、結構自律神経の方結構いらっしゃいます。で私がやっぱりやってる腰痛専門整体院ってやっぱ結構
高額になります1回自体はね。ただしっかり結果出せるようにもうマンツーマンでさせてもらったりするんですよ。でやっぱそこに来る患者さんってやっぱ自律神経が乱れてる方ってすごく多いです。それこそ腰が痛くってもう寝れないぐらい腰が痛いって経験したことある方いらっしゃると思うんですけど、大変なんですよ本当に。言葉じゃ表せないぐらい腰が痛くて寝れない、腰が痛くて好きなことができない、腰が痛くて仕事ができない、でも仕事に行こうとしてできなくって腰が痛いんですって言ったら、もうお前そんなずる休みしてとかって言われたりするわけよ、わからない人たちから。こんなにひどい仕打ちはないですよね。ああ仕事を無理やりやってコルセットして痛いって状態でもう何もできないんだけどもね、仕事が遅くなるし、やっぱこのストレスってのは本当にもうリラックスしようと思っても腰が痛くてリラックスできない、攻撃的になろうと思って運動もできない、そしたらもう最終的に自律神経乱れていくね、やっぱこれが足りなくなってくるとやっぱうつ状態になってもう諦めてしまう、やっぱこうなっちゃうんですよ。だから腰の痛みだったりとか痛みが治らないっていうのと自律神経ってすごく相関してます。そして面白いのがこの体の状態が良くなったとしても自律神経自体とか精神的なところが良くなっていないとこっちが原因で腰が痛くなる。これねアメリカではちゃんと病名があってヘディングバックペインって言います。いわゆる頭から来る腰痛っていう症状名、いわゆるこの疾患名があるぐらいですですか。ヘディングバックペイン、マイナスネガティブな感情が来るような腰痛のことです。やっぱ思考パターンっていうのが変わってしまうことで逆に腰痛が起きたり、身体的な症状が起きることで精神的な症状が起きたり、やっぱこれって行き来していくのでバカにしちゃダメでね。だから自律神経がしっかり整っておくこと、これは腰の痛みとか肩の痛みを良くしていく、膝の痛みを良くしていくっていうためはすごく大事だと思って、ぜひね理解していただいて、ね、患者さんであれば自分でねストレスを発散する方法をですねしっかり見極めてみてください。普通ね、まあ、こういう話ってやっぱしてないんですよ。でも難しくなくってちゃんと知識を持ってちゃんと対応すれば一個一個改善できると思います。なんで自律神経だったりとかで悩んでるとか悩みが深くてとかね、もう痛くてもうどうしようもできなくってっていう方とあればしっかり原因を見つけていきながらしっかり改善していく、痛みもちゃんと原因を見つけていくことが大事ですし、痛みの原因を見つけたらあとは治療法を当てはめるだけです。でもこれ緩めるだけだと痛みがまた戻ってしまう、ぶり返してしまうってなります。痛みがぶり返してしまうのを止めるためにも運動療法ね、緩めると鍛えるってことを私はしてもらってますんで、もしね気になる方がいれば、私整体院フッカーっていうのを全国で出してもらってますので、概要の方にですね全国の整体院フッカーの情報を貼ってますので、そちらの方から最寄りのですねホームページ見ていただいて LINE もしくは電話の方で問い合わせしてもらって、ぜひね来店してもらって原因そして痛みを改善するってことをしっかりやってみてください。他と違って卒業ガールしっかり期間を決めてマンツーマンでしっかり痛みを改善していきましょうっていう整体院になっていますので、しっかり卒業ガールっていうのはまた他とは違うと思います。あなたの体を改善できるようにサポートさせていただきたいと思ってますので、ぜひ気になる方は概要の方チェックしてみてください。あと今日の話ね、良かったと思っていただければ、ぜひね、チャンネル登録していただいて、見逃さないように見てみてください。あとね、コメント、高評価いただいて、アウトプットやるってことやってみてください。こんな話も聞いてみたいってことを言っていただければ、そういう話もどんどんしていきますので、コメント、高評価もお願いいたします。はい、ということで今日はね、これで終わっていこうと思いますので、ぜひね、自律神経が来る痛みだったりとか、この自律神経がしっかり改善できないことで、長引いている痛みもあるかもしれないんで、ぜひね、今の知識入れながら、ストレス発散していきながら、しっかりね、痛みを改善してみてください。では、今日はこれで終わっていきましょう。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。また見てください。松田さん。はいよ。松田さんのストレス発散法って何かありますか？サウナです。これはもう圧倒的にサウナで、もう休みの日はサウナか映画、これ以外やったことない。なんで、私は副交感神経だけでどうにかなります。けどサウナがやっぱストレス発散結構よくって、あったかい時は副交感神経優位になって外に出て冷水に入るでしょ、そしたら強制的に交感神経に切り替わるんですよ。でこの切り替えが苦手なのが自律神経乱れてるんで、もう強制的に移管していくんで、これはこれでねすごくいい自律神経の調整方法になってるんで、経営者さんとかやっぱサウナ入る方多いのはやっぱそういうところもあるかなと思います。サウナはすごく私おすすめですね。ちょっと次のお休みで行ってみます。福岡ね、サウナがどんどん潰れるんですよ。なんでなんですかね。いや、わかんない。マジで行くとこないと思って。どうする作りますか作りたい。サウナ付き、整体。確かにね、悪くはない。